こんにちは、ひろしです。今日はミクサーモンを見ましょう。ミクサーモンは Adobe がやってる会社で、Wiki を見たら、ミクサーモンはスタンファード・ユニバーシティのスピンオフで Adobe が2015年に買った会社です。キャラクターとアニメーションを無料でダウンロードして無料で使っていい。ミクサーモンのウェブサイトに行ったら、使い方が書いてます。ウェブサイト見たら、まだ日本語バージョンはないみたいんですけど、最初は、ログインがサインアップ。Adobe のアカウントあれば、それを使ってログインできます。なければ、アカウントを作って、サインアップしてください。ミクサーモンのページをオープンすると、こういう簡単な使いやすいインターフェース。最初は、このディフォートキャラクター。このウィンドウでプレビューできます。名前はここです。こちらがキャラクターのライブラリー。こういうキャラクター全部無料でダウンロードできます。で、クリックしたら、こっちのウィンドウにアップデートします。で、アニメーションライブラリー。ここにいろいろアニメーションがあります。で、アニメーションをクリックすると、すぐアニメーションがキャラクターにつきます。例えば、あと、サーチね。僕。で、クリックして、すぐ、キャラクターにアニメーションがつきます。で、アニメーションによって、こういう設定がいろいろありますけど、デフォートで、オーバードライブはいつもあります。で、これはキャラクターのスピード。0、100。50にしましょう。あと、デフォートはこのキャラクターアームスペース。体から腕のスペース。ですから、こうすると、こういう感じ。で、トリムはアニメーションの長さ。ですから、このオーバードライブ、キャラクターアームスペース、トリムはデフォート。この後は、アニメーションによっていろいろ設定があります。ミラーはフリップ。例えば、パンチ。パンチを探すと、で、ミラー、パンチがこの手。ミラーすると、フリップでこっちの手。こういう感じ。で、もう一つ歩いてるとこを、ラン。今、体にアニメーションついてて、あと体もトランスレーション、体も、動いてます。で、インプレイスは、こうやって。で、Unreal Engine にインポートするのは、インプレイスの方をセレクトします。で、Unreal Engine で、体をトランスレーションで移動します。じゃあ、キャラクターメッシュのダウンロード。ミクサーモンはキャラクターメッシュだけをダウンロードできます。で、別にアニメーションデータだけをダウンロードできます。あとは、アニメーションデータがついてるキャラクターをダウンロードできます。今は最初のスタイル、キャラクターだけをダウンロードして、で、アニメーションデータを別にダウンロードします。ここにダウンロード。で、デフォートが FBX バイナリーフォーマット。あと、他の FBX フォーマットもあります。Unity の FBX もあります。UE4 はこのデフォートの FBX バイナリーでいいです。で、ポーズは T ポーズ。で、ダウンロード。で、ダウンロードしたこのオープンファイル、プレビューできます。こうやって、プレビューしてチェックできます。で、コンピュータダイレクトリーに来ると、ダウンロード。これが今ダウンロードしたキャラクターメッシュです。キャラクターの名前が ExoGray。じゃあ、アニメーションのダウンロード。ここに来るとアニメーション。これでアニメーションをセレクトしてプレビューできます。今日は UE4 のシークエンサーの中で2つアニメーションをつなげます。コネクトします。で、私のトゥートリオは Cinematic Sequencer カットシーンのトゥートリオです。ゲームのトゥートリオじゃないです。でも、ミクサーモのダウンロードと UE4 にインポートするのは大体同じです。シークエンサーゲームでも。UE4 は UE4 に入ってからゲームだとブループリント。Cinematics はシークエンサー。じゃあ、走ってるの探しましょう。ランニング。じゃあ、これで。で、セレクトすると、このウィンドウでプレビューできます。で、ここの設定、スタイル、スピード。まあ、オーバードライブもスピードと大体同じです。で、キャラクターアームスペース。腕が体からのスペース。で、トリムは、このアニメーションの、時間、アニメーションの長さ。で、一番大事は、こういう走ってるアニメーションは、このインプレイス。移動してなくてインプレイス。これが大事です。で、ダウンロード。で、デフォートがバイナリー。ここ、with skin。with skin だったら、キャラクターメッシュとアニメーションを一緒にダウンロードします。今はもうキャラクターをダウンロードしたから、今はアニメーションだけをダウンロードしたいから、without skin。キャラクターメッシュなし。あとはデフォートでいいです。まあ、フレーズパーセケンドも選べます。24。フィルムは24。60と30。まあ、30で大丈夫です。で、ダウンロード。じゃあ、もう一つアニメーションを探しましょう。この欄に、スムーズにコネクトできるアニメーション。なんか、ジャンプ。ランとジャンプ。ランニングとジャンプ。なんかあるかな。これ。じゃあ、これをダウンロードします。これは、インプレイスのオプションはないです。で、デフォートの設定が3つだけ。で、ダウンロード。で、また FBX。で、without skin。キャラクターメッシュなし。で、ダウンロード、コンピューターのダウンロードダイレクトリを見ると、これがキャラクターメッシュ。で、今ダウンロードしたアニメーションデータがランニングとランニングジャンプ。で、あと、ちゃんと整理しましょう。こういうデータもちゃんと整理、オーガナイズするのも大事ですから。で、ローンチャーから Unreal Engine をオープンしましょう。じゃあ、Unreal Engine がオープンして、コンテントブラウザーの中にコンテンツフォーダー。で、右マウスクリック、ライトマウスクリックすると、このメニュー。で、ニューフォルダーを作りましょう。キャラクターの名前が ExoGray。で、また右マウスクリック、ライトマウスクリックで、このメニュー。で、インポート。で、さっき作ったミクサーものキャラクターのフォーダーで ExoGray をオープンすると、このメニュー、スケレトメッシュ、オン、インポートメッシュ、キャラクターメッシュ、オン。で、これはデフォートで None。で、インポート。インポートオールとインポート、どういう違いかよくわかんないけど、今、インポートオールで。で、いつもなんかこういういろいろメッセージが出ます。で、シェーダーをダウンロードしてます。これを。で、ExoGray のフォルダーにいろいろテクスチャー、シェーダー。で、スケレトン。と、これがキャラクター。で、ExoGray のフォルダーの中にもっとフォルダーを作ってちゃんとシェーダーやらテクスチャーを整理することもできます。今はアニメーションフォルダーを作ってアニメーションデータをダウンロードしましょう。right マウスクリック、右マウスクリックするとこのメニューでインポート。で、さっきクリエイトしたアニメーションフォーダーにこのランニングアニメーションデータオープンするとこのメニュー。で、このスケレトンがなんだとちゃんとキャラクターのスケレトンをセレクトしないとダメです。他のキャラクター、もう UFO に他のキャラクターがあったら、もっとスケレトンのチョイスがあります。ですから、キャラクターのスケレトンを選ぶのが大事です。で、あとは、だいたいデフォートで大丈夫です。で、インポート。これはナンバー2のアニメーションデータ。またインポート。そうすると、ここにアニメーションがダウンロードしますので、こうやってダブルクリックするとプレビューできます。で、こうやってチェックできます。では、シークエンサー。Cinematic Sequencer のチュートリアルのパーツ2にもうちょっと細かく説明したけど、今日はミキサー網からダウンロードしたキャラクターとアニメーションを、簡単に早くシークエンサーに入れましょう。Cinematics。最初はシークエンサーフォルダを作りましょう。コンテンツフォルダの中にシークエンサーフォルダ。で、Cinematics。Add Level Sequence。で、シークエンサーフォルダに New Level Sequence をセーブします。で、そうするとシークエンサーが、クリエイトします。で、このキャラクター、ExoGray。アウトライナーからドラッグ&ドロップできますけど、あとはこのトラック、Actor to Sequencer。で、ExoGray。選ぶと、シークエンサーに ExoGray のトラックが、できます。で、アニメーション。アニメーションレイヤー。で、ミキサーもの、このキャラクターのアニメーションをダウンロードしたから、すぐこちらに出ます。で、ランニング。で、ちょっと短いから、これがアニメーションデータ。ちょっと短いから、こうやってドラッグして、もうちょっと長くして、ループしますね。じゃあ45フレームぐらいで、で、またアニメーションレイヤー、プラスサインで、今度、ランニングジャンプするシーンを、で、こうやってブレンドできます。2つアニメーションデータをつなぎました。こういう感じ。まあ、本当のアニメーション映画のファイナルアニメーションだったらこれはちょっとラフすぎる。もうちょっと滑らかなアニメーションじゃないとダメですけど。まあ、プリビズやらレイアウトのためだったらこれで多分大丈夫です。こういうアニメーションをシークエンサーの中でアジャストする方法あるか、それまだ僕もまだ勉強してないからわかんないです。ブループリントでこういうアニメーションをアジャストしなくちゃいけないかもしれないです。それはまだわかんないです。で、あとは、このキャラクターを、トランスレーションを移動する。この0にスタートフレーム。に、アニメーションキーフレーム。ですから、ここがスタート。で、体を移動して、まあ、最初はゲスね。どのくらい。もう一回。まあ、この辺。まあ、guess。で、これを、このキーフレームインターポレーションをリニア。じゃあ、play。まあ、こういう感じ。ですから、すぐ、こういうアニメーションを、ブレンド、コンバインしてブレンドできます。こういう感じ。じゃあもう一回簡単にやりましょう。このキャラクターは Amy。Amy にこのアニメーションをつけて、で、キャラクターが移動してるから、in place。で、ダウンロード。FBX。with skin。with skin はアニメーションとキャラクターメッシュと一緒にダウンロードします。で、ダウンロード。で、ダウンロードしたら、オープンファイル、プレビューできます。はい、で、コンピューターダイレクトリ見ると、ダウンロード。これが、今のファイル。クラウチウォーキングがアニメーションの名前。でも、キャラクターメッシュもこのファイルに一緒です。これは、Unreal Engine のマーケットプレイスからダウンロードした Western Town。カウボーイシーンみたいな無料でダウンロードしたファイル。で、コンテントの中に新しいフォルダー。意味。で、インポートしましょう。Crouch Walking がアニメーションデータの名前。でもこのファイルはアニメーションデータとキャラクター一緒にあります。で、スケルトンメッシュ、チェック。インポートメッシュチェック。スケルトンはここなしです。で、インポートアニメーション。これがチェック。インポートオール。で、このウィンドウいつもオープンするけど、クローズして、前と同じようにテクスチャー、シェーダー。で、こちらのファイルがもうアニメーションついてるキャラクターメッシュ。これをインポートすると、で、プレイすると、シミュレートね。はい、こういう感じ。で、レベルシークエンス。作って、Amyを入れて、で、シークエンサーの中でキャラクターに移動、トランスレーションのキーフレームをつけて、で、カメラをシークエンサーに入れて、UE4 ではすぐこういうショットを作れます。じゃあ、それで、ミキサーもの簡単な説明です。じゃあ、どうもありがとう。